三浦氏。三浦氏は平安時代の相模国の武家。三浦党とも呼ばれる。諸説あるが、三浦氏は平清直系の士族である。源の頼朝公によって建立された横須賀市の吉明さん、万マ寺には、三浦氏の僧、平高持の子、両県とする系図が存在し、二歴に示される吉文流の血統と矛盾するため、吉文流か。 両権流化を特定することは困難であると言わざるを得ない。日中歴をはじめとする諸資料による十分な検証が行われておらず正確な史実はらかでない。三浦氏は、ためつう、ためつぎ、吉継、吉明、吉住、吉村の六代にわたって一族を形成した。平良分の孫である、平忠道の小ため通りの代に初めて三浦の名字を名乗ったとされる。 その三浦亀通りは、前九年の役で武功を挙げ、源頼地下から、相模国三浦の領地を与えられる。ただし、亀通りについては、数種類現存する家系図の中には記載されていないものもあり、その他信頼性が低い資料にしか見られないことから、実在を疑う説も強い。亀通りの次男、亀春の息子である亀影は、安在氏を称した。また、 ため旬の養子である君と氏は、宮沢氏の祖となった。三浦氏の同行が、比較的明らかになるのは、ため通りの息子の三浦ため次からである。なお、ため通りとため次の間にためただし、ためな多く系図も存在する。ため次は、後三年の役に従事して、功を立て、三浦氏発展の礎を築いた。この合戦中の鎌倉影政とのやりとりは、有名である。 タメツぎ以降の形図はほとんど差異がないが、三浦氏はむしろタメ、次を初代と見なしていたとも言われる。東鏡には、和田勝す戦直前に、北条氏に願いった、三浦義村、種木慶帝が、タメツぎのことを、農祖というセリフが記載されている。タメツぎの三男、通り次は、平子氏を称して、諏を三浦氏の祖となり、四男、慶次は、安西氏の養子となった。 ため次の子、三浦義嗣、1067年から1159年は、相模国三浦軍を支配し、三浦総治また三浦助を称した。以降、三浦党は、相模の有力財調官人として、相模助となり、相模東半分と安房に勢力を振るう。義嗣の着難、三浦義明、1092年から1180年は、 吉住と共に1156年の方言の乱、1160年の平治の乱で、源の義朝に従う。平治の乱では義朝が敗れ、三浦一族は、戦線離脱に成功し、京都から落ち延び帰国する。その後、治療で私服していたが、大番役の生き返りに、源の頼朝の敗所を尋ねるなど、源氏とのつながりを保った。義は父に習い三浦助とし、 三浦宗、現下長川県横須賀市の大長官人を務める。自称四年、1180年、頼朝の拒兵に応じて、三浦一族は拒兵する。しかし、石橋山の戦いで、頼朝敗戦の知らせを聞き、吉明一族は引き返し、老城戦、吉明は一族を安亡国に逃した後、絹笠城が戦で戦死、去年十九、また、 稲わしろ北田氏、藤倉氏、足名氏、新宮市、加納氏等、欧州で栄えた子孫もいる。家督を継いだ三浦義澄は、矢部次郎とも、孝次郎ともこうした。義澄は、千葉恒種、上佐広恒、土井曽根平らと共に頼朝の宿老となった。この時、一族である和田義盛も侍所別当職についている。その後も、 三浦氏は頼朝に従い兵士追悼を、欧州合戦に参戦し、武功を挙げる。頼朝の死後は十三人の合議制のメンバーとなる。和田義盛も入り、三浦党は鎌倉幕府内で大きな権力を持った。しかしその後、北条氏による多子排斥運動が起こり、和田義盛は権略三年、1213年の和田合戦で滅ぼされた。の後は、 長子の三浦義村が継いだ。義村の弟である、有好、十清氏は、それぞれ山口氏、大川戸氏を称した。義村は表情集の宿老に就任。義村の子には朝村、安村、三浦長村、光村、三浦重村、家村、三浦志村、三浦,村三浦種村、後親団の弟子、三浦十二、三浦義方らがいる。 安村と三村は権力を持ち北条氏をしのぐほどになったため、北条元年1247年の北条合戦で、法上氏と安達影森屋に滅ぼされた。あずま鏡には、三浦氏が喧嘩を起こしたという記事が極めて多い。吉村、安村、家村などが喧嘩を起こした記事がある。ただし、あずま鏡は、三浦氏が法事合戦で滅ぼされた後、 工場者側の視点で書かれた資料であるため、三浦氏を貶めるために曲筆がなされた可能性もある。千葉種綱が三浦吉村の和田合戦での変説を、三浦の犬は友を食らうぞと非難したという、古今著文のエピソードから、より口汚く、狂犬、マッドドッグと評する人もいる。三浦氏は鎌倉幕府内部において、表情集として数要な地位についていたが、 その地位を悪用した振る舞いをすることがたびたびあった。家村の松江という正次が、江戸時代に、時の将軍、徳川家光に仕えて若年寄りとなりしもうさ、矢作藩で大名に列し、秋継の代に、三ま勝山藩に封じられ、廃藩地県を迎えた。安村の長男である影村は、若狭しを、次男である影康は、沼田氏を称した。三浦朝村の三男、 三浦陰村は、法事合戦で総領の安村と共に自害したが、陰村の次男、三浦森明は無事であり、その後、三浦義継が、石井氏を称した。その後、三浦氏は、暴流の佐原氏の三浦誠司により再行された。政治は、法事合戦前にはすでに、法上時折に懐従されていたらしく、以降の三浦氏は、おうち人となって、幕府内で活躍した。 政治のこの三浦より森は、北条時助の遺志を捕獲して幕府に引き渡している。政治によって再興された、沢原流三浦氏はやがて戦国大名の相模三浦氏となってゆく。三浦氏の繁栄の名残は、現在も各地に残っている。三浦氏の本拠があった横須賀市絹笠の絹笠商店街では、絹笠桜祭りの一環として、三浦氏に奮した市民によるパレードを、 毎年四月に見ることが切る。北条氏により滅ぼされた後、三浦氏の落ちうどは各地に散った。現在でも東北地方には、地域の三浦製の大本家として続く家が残っている。中には、三浦氏の落ちうどたちが、各地に散り散りになる時に約束したという、その地に、 三浦氏の者が住む目印として、庭に三浦氏のシンボルであるかやの木を植えるという伝承が残っている家が、あ、未だに三浦氏の祭神である三浦大明神を祀っている家もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。